まる。読んだだけ。長ネギとナミコです。おはようございます。岩秀チャンネルの秀です。皆様いかが過ごしでしょうか。今回はですね、いつもお世話になっているお寺さんの方で年末恒例の大きなね、赤松の方剪定をしていきたいと思います。本日よりね、数日間赤松の方、私とね、丸さん2人で、やっていきたいと思います。ですがちょっとですね、今朝からこのおっさん腰の塩梅があまり良くありません。違和感ありますね。ですのでね、腰痛の体操しながらね、やっていきたいと思います。できるかな。それでは作業場の方へね、向かって出発したいと思います。動画の方スタート。ぎっくり腰には気をつけよう。準備取り掛かりたいと思います。今旅に履き替えて、ヤッケですね。これはもう松ヤニまみれになって処分が確定される捨てヤッケ状態であります。上ももうボロボロのね、袖がビローンとなってるような、いつ廃棄してもいいようなものを身にまとっております。はい、今回もね、ツリークライミングハーネスとランヤード、こちらのねお世話になりたいと思います。ランヤードは10メートルのタイプのものを使っています。はい、てっぺんまでね今来ました。よいしょ。真ん中から今頭出してる状態です。大きいですね。この先に見えるのがね、夏に残業して切った木刻です。いい感じにね、透けていると思います。さあ、今から数日間かけてね、この赤松行きたいと思います。隣の糸ひばも時間あったらやりたいんだけどな、ちょっと今回は厳しいかもしれません。スタート。もう古っ端がね、コバがすごいですね。この辺もね、しっかり落としていきます。まあね、五葉松なんかもそうですけどね、このコバ、古っ端をね落とすだけでも全然違いますね。まあ、このサイズの赤松なんでね、この古っ端の量、発生したゴミの量、とんでもない量になります。いやー、でもありがたいよな、こうやってね大きくやらさせてもらってさ、本当にありがたい。こうやってね、大きいんでね、ある程度もう先にもう間引いてきて、後から調整するような形ですね。
これね、小さい芽が残ってます。こういうのを大事にしましょう。上の方はね、だいぶ透けてきました。ただ一番行きづらいこの枝の先の方ですね、しだれてる先の方、これはもう降りていくしかありませんので、ターニック使ってね、降りていきたいと思います。腰の調子の方はどうですか？困ってる。違和感ある。これないとできない。おじいさん、すっかりおじいちゃんになってしまった。待ってました、はい、夜間ね、まるちゃん今日なめこに見てっつってたな。なめこってどれだ、これか。これがなめこだ。です。ついにね、 IH になってしまいました。これでね、味噌汁などいただきたいと思います。準備します。松なんでね、ちょっともう手松ヤニでベトベトなんで、使い捨てのね、透明の手袋、これでお昼食べたいと思います。味噌汁のね、
準備から。お腹すいたね。あとは湯が沸くのを待つだけです。さあ沸いたようです。グッツグツいってますね。うん、いい、あーいいね。注いで、それではね、いただきたいと思います。あちゃ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 ち。皆様の幸せと庭秀のちょっとだけの幸せに乾杯。あ、美味しい。あ、いいですね。これで午後も頑張れそうです。読んだだけ。よろしくお願いします。はい、まるさんね、脚立で行けるところまで行ってもらってます。かなり上の方まで行ってくれてます。今やっているところの上ぐらいまではね、おっさん上からやってきてますんで、そろそろつながると思います。つながってる？まるさん、調子の方はどうですか？はい、絶好調だそうです。おっさんは腰に違和感を抱えながらの作業が続いています。自分のパートはそうでしょう。撮影に来てあげたよ。心配したか。これね、目にかかるとね、かなり気をつけてください。私下のゴミ運んでくるね。よろしくどうぞ。
お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。今回は岩秀の恒例作業となっております、年末のお寺さんでの大きな赤松の剪定ということでね、作業の方無事に完了いたしました。ただですね、作業初日から腰痛が発生しまして、どうなるかなと思ったんですけれどもね、腰痛これだけ体操というね、体操をしながらの作業で、なんとかね、ぎっくり腰になる寸前で、食い止めたということで、作業の方もね、なんとかやりきったという形になりました。もちろんね、丸さんの協力あっての剪定ということであります。無事に終わって本当に良かったです。またですね、お昼のね、おままごと、冬のおままごと、やっぱりね、いいですね。何日かね、ちょっと寒い日あったんですけれども、お味噌汁、体温まります。とてもね、有意義なお昼休み、過ごせました。これからもね、ちょっとずつね、いいものあったらね、お昼、グレードアップしていきたいと思います。本日はこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは、51歳で独立開業したおっさん、庭師夫婦の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画をご覧になった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このね、おっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。このね、赤松、私登れなくなった時が引退の時だと思っております。一つのね、指標となっている樹木であります。まだ頑張れるかな。